四谷大塚の元講師の男2人が教え子を盗撮したとして逮捕された事件で事件の数日前にも別の8歳の女子児童を盗撮し動画を2人で共有していたことが分かりました。警視庁によりますと四谷大塚元講師の中村成美容疑者と森総省容疑者は今年8月 凶暴して都内のの校舎で7歳の女子児童を盗撮したた疑いいが持たれています女子児童と2人で授業をしていた中村容疑者が途中で森容疑者と入れ替わり女子児童のスカートの中をスマートフォンで撮影したとみられています捜査関係者への取材で森容疑者が事件の数日前にも8歳の女子児童の下着を同様の手口で盗撮し 動画を中村容疑者に SNS で共有していたことが新たに分かりました。また、今回の事件の前に森容疑者は7歳の女子児童を名指しして、なかなか可愛い,いですよ。撮りたいですね。と中村容疑者に提案していたということです。 警視庁は2人が計画的に盗撮を繰り返していたとみて調べています。